おはよう前橋から、皆さんおはようございます。おはようございます。11月24日金曜日です。時刻は7時25分を回りました。さあ、ここからは前橋市本町2丁目にあります前橋シティ FM のスタジオから、おはよう前橋から、略しておはかんら、元気よくお送りしていきます。まったよ。改めましておはようございます。磯日彩香です。皆さんおはようございます。小仙じいちゃんです。はい、今日は小仙じいちゃんと金曜日、ゆったりまったりお送りしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。九州は昨日25度を超えたそうですね。ねーつーか、前橋もねそこそこあったかかったつーか。そうですね、車乗ってて暑かったね。本当ですよね、あの夏を思い出すような、ちょっともっとした、それがどうなるんだよこの後ね。まあでもただやはりね、夏の20度と冬の20度はね、とはいえ違いましたね。違うわ。まあね、一時だけどね、って言ってもね、まあずっとね結構こう、夏が長かったせいか、どうしてもね20度って聞くとあの暖かさが蘇ってきますけど、そうではないですからね。さすがにね、まあ、朝もねそれなりの気温だしね。そうですよ ね、だんだん下がってくる。今現在まだ一桁だね、9度の前橋市ですけど、今日はね昨日と同じく20度いきますね。え、小春日和が続いておる。ただね、さっき小仙ちゃんも言ってたけど、明日から明日からどん底に落としてやろうじゃないかい。キャー12月下旬ぐらいの感じになるみたいなね。1月並みって聞きましたよ。あ、どうする、あなた、あなたならどうする、どうしよう、あなたならどうする、知らないだろう。知らない。、はい、今日よりも10度近く気温下がるからね。まあ冬並み、本番、冬本番。キャー、まあ普通なんかもしんないけどね。まあそうですよね、まあその北日本の方とかはさ、雪がね大量に降るなんて言われているから。そうだよな。ねスタッドレスももうね、こっちもねどうなるかわからないからね、いつね。スタッドレスに関してはね事情があってね。あ、そっか、もう早めに取り替えちゃう。素晴らしいです。布丸タイヤが裂けてしまった。素晴らしいです。はい。ただこの土日の寒さがまた来週の中日になると小春日和が戻るということなので、秋冬秋冬みたいな感じでね、行ったり来たりですね。雨と日だなこれな。そうですね、風邪ひかないようにご注意ください。はい、ではでは今日のメールのテーマはこちらです。今日のテーマ、あなたは漢字をしたことありますか。はい、今日は皆さん漢字したことありますか。忘年会の時期がやってくるということで、まあ皆さんで、ね、忘年会に限らず自分が指揮を取った、動いたお話をお待ちしております。はい、はい、それでは今日も元気よく、せーの、いってらっしゃいまし。7時35分を回ろうとしています。おはよう前橋からお送りしています。さあ、この時間は今日の群馬の話題のコーナーです。はい、はい、昨日は勤労感謝の日ということでね、祝日でしたね。うん、はい、前橋市もねマーキュリーホテルの方でイベントがあったりとか、はい、はい、群馬県庁の方でもイベントがあったり、ね、楽しまれておりましたけど、前橋市からちょっと離れると下仁田の方でも
あるお祭りをやっていたそうです。その名も、下仁田ネギ祭り。下仁田ネギ祭り。はいはい。ネギ持って踊ろう。残念、踊りません。踊らないの？はい。うん。ね、両手にネギ、ぶっといネギ持って下仁田、はい、うまいよね。うん、下仁田ネギなんですけど、うん、このねネギ祭り、コロナ禍の影響で4年ぶりに4年ぶりですか、はい、開催ということで帰ってきましたね、うん、赤木団もこの下仁田ネギ祭りはね出演させていただいたことも過去にあって、はい、そう大きなね巨大ネギ間をみんなで作るんだけど、うん、すっごい長いネギをね、うん、みんなで焼いてネギ焼き。そう、うん。するんだけど、これは感染防止のためにね、今回は見送りました。はい。そうですか。ただ、その他にもたくさんイベントがありまして、うんうん、コロナ前の来場者数が3000人だったんですよ。はい、まずこの人数でもすごいんですけど、うん、今年4年ぶりになんと、1万1500人が来場されたそうです。すごい。すごい。あ、4倍近いんだ。なんでまあね、みんな待ってたっつかな、そういうお祭りをな。ねえ。だけどすごいね。すごいですよ。うん。いやいきなり。ねえ、うん、まあ。というわけで、この下仁田ネギ祭り、一体どんなお祭りかっていうことなんですけど、いよいよね、冬場に、まあ、旬を迎えますのが、この群馬を代表する下仁田ネギでございます。はい。小仙ちゃん、下仁田ネギの、まあ、特徴というか、どういう印象がありますか？太い。そうですね。とにかく太い。太いんだよね。ねえ。うん。太いんですよ。もう。高い。高い。高いイメージがあるな。ああ、まあちょっと高級感もね。そう。ありますけどね。甘みもあってね。そう。太いから高いのしょうがないんですよ、これ。とっても美味しいですよね。ねえ。ねえ。はい。そんな冬に旬を迎える下仁田ネギをね、PR しようということで開催されているお祭りでございます。うん、場所は、下仁田町のこんにゃく手作り体験道場っていうところで行われました。はい。はい、ね、ただね、猛暑の影響で、収穫量が例年の4割減だったという。あ、そんなにかい。そうなんですよね。暑すぎたんだな。まあ、ただ、お祭りは料理提供とかね、うん、まあ、その町内の農家さんによる直売で、まあ、大盛況だったと言われております。よかったよかった。はい。で、今回その巨大ネギマ作りはなかったんですけど、うん、来場者が自分で焼き上げる特製下仁田ネギ串っていうものが、午前中午後の計4回行われたんですね、うん、で各回50本ずつの抽選で無料配布されました。1万5000人をねえ、うん、200本しかってことですよ。あ、要するにかねえ、それを手に入れた方は相当ラッキーってことだね。はい、そうなりますよね、うん、抽選なんだって。なんかこういうお祭りってさ、基本的に無料配布って、うん、まあ、大体の方には渡るじゃないですか。そうね。これだけ倍率で抽選って結構、だそんなにお客さん来ると思わなかったんだろうな。ねえ。ねえ。まあでも本当に自分たちでね、串刺して、うん、ね、炭火で焼くってことだから、ね、子供たちもね、うん、そこに関しての食に関して考えることもあるだろうしね。みんな柔らかくて美味しいなんてね。うん。多分ね、普段ね、ネギが苦手な子たちもね、甘いからびっくりしてただろうね。そうだね。辛いイメージだもんね、ネギってね。ねえ。気をつけないとだけどね、芯の方が熱いからね。ああ、うん。芯の方がね。芯の方が。ね、ま、先ほども言いましたけど、ここから最盛期を迎えるということで、真山っていう場所がね、生産地なんですけど、うん、まあ、例年よりね、4割、ちょっとやっぱり収穫量は減るということですけど、ただ、なんだろう、立派にネギは育っていると。はい。うん。そうそうそう。4割減ったけど、ネギはしっかり育ってて、うん、太さと甘さとも問題はない品質ということなので、はい、皆さん今年の下仁田ネギを楽しんでくださいということでございました。はい、小仙ちゃん、この情報いかがでしたでしょうか？いいですね。下仁田ネギ、口に、私の口に入るかな。この冬、鍋とかもいいしな。ねえ、すき焼きとかも食べたいよね。すき焼き。たまらないね。食べるチャンスがあるか。
というわけで、特産今年も誇れる味、収穫源も料理や直売が大盛況、下仁田ネギ祭りご紹介でした、はい、では続いてこちらです。いよいよクリスマスがあと1ヶ月で近づいてきますね。そうだね、1ヶ月だね。本当に子供たちはサンタさん待っていると思いますけど。サンタさんね。今日2つ目の話題はこちらです。サンタ届いた手紙、フィンランドから。そうですね、コセンちゃんってどうですか、サンタさんからお手紙をもらった送ったという記憶はありますか。いやないっていうか、あるんかな、覚えてないから。そんなちっちゃい頃のコセンちゃんの時代にも、サンタさんからプレゼントをもらうみたいな風習ってもちろんありましたよね。いや、子供っていうかある程度こうね、記憶の中ではありますけどね、小さい頃にね、なんかが届いてた的なね。サンタさんっていうのはコセンちゃんの子供時代にもあったってことですよね。まあね、そうですね。そうですよね。戦後そんなに経ってない年の生まれって言えるんかな。まだ全然お若いけど、ね。そうだ。映画ってさ、はい、あのフィンランドにちょっと近づいたっつうかさ。はい。え、それで？うん、あの娘の嫁ぎ先が、要するに先祖っていうかね、はい、何代か前がスウェーデンとフィンランドなんで、だからフィンランドにサンタの親戚がもしかしたらいるかもしれないっていう夢が持てる。そうね、親戚の中にサンタさんがいるかもしれませんね。どうも海賊だったらしいんだけど、バイキング。え、そうなんですか？そっちも興味深いですけど。今回は子供たちがサンタクロース宛てに書いた手紙を展示するサンタさんへの手紙というのが前橋市の前橋中央郵便局で開かれているそうです。ね、様々な思いがこもった120通の、いいですね。120通、言えない、ちょっと言ってください。いいんじゃない、通じてるもん、みんな。通じてますか？みんな分かってるよね。ありがとうございます。が飾られています。サンタさんとね、手紙をやり取りができるサービスを手掛けているのが、日本フィンランドサンタクロース協会っていうのが静岡市にあるんですって。そこが主催してるもので。日本人のサンタクロースもいるんだよね。あ、そうなんですね。登録されてる、協会の。日本からフィンランドのサンタクロース中央郵便局に届いたのがなんと3871通でございます。そのうち900通を全国各地で紹介してるんですけど、群馬前橋市は120の手紙がその前橋市の前橋中央郵便局で飾られているそうです。あ、そうですか。いいですね。子供たちがサンタさんのお手紙を書いてる。あのね、やはり子供たちですから文字だけではないね、あのイラストが目を引きます。はい、ね、手紙にはね、大好き、プレゼントありがとうってまだもらってないのにね。そうね、かわいいね。まあいろいろお祭りごと、海外からさ入ってきたそういうね、お祭りごとが増えたけど、やっぱりクリスマスが一番かね。そうね。まあ、とにかくね、2歳の子とかも自分なりの思いでサンタさんに書いてるということなのでね、やはりサンタさんへの感謝とか夢がね書かれた手紙をね、皆さん読むと心が温まると思いますので、何かね最近抱えてる方がいたら悩みとかこういうのを見て、そうですね、子供、はい、子供の頃思い出すとかさ、ちっちゃいうちからもうサンタになりたいって言ってね、サンタの学校があるんだよね。あ、そうなの？結構難しいらしいんだけどね。いいですね。まず英語喋れないとダメみたい。あ、そうなんだ。はい。そういう学校があるんだね。学校があるんですよ。初めて知りました。はい。というわけで、二つ目は、サンタさん、手紙届きますように、ということでお手紙でした。はい。以上、群馬の話題のコーナーでした。ほっこり。
は7時45分を回ろうとしています。おはようすみやさんのコーナーに行きましょう。このコーナーは前回の振り返りコーナーです。では昨日のテーマをすみやさんという方に振り返っていただきます。代読お願いします。はい、すみやさんいらっしゃい。いらっしゃい、おはようございます。おはようございます。テーマ大喧嘩エピソード。そうでしたね、大喧嘩エピソード。はい、これね、すみやさんちはどうなんでしょうね。いきなり大喧嘩したことありませんね。終わり、終わりじゃない、分がちょっともうその後もあるんだけど、やっぱしたことないんでしょうな、すみやさんちはね。そういうイメージだよな。はい、うん、まあ小さな争い事ぐらいでしょうかね。言い争い、小さな言い争い。その後気になって体に良くないのですぐに忘れるようにしています。まあ解決させないでとことん話し合ったりとかはなく忘れてしまう、お互いにですかね。ですからお互いストレスもなく健康で楽しい毎日を送っています。すぐに嫌。素晴らしい。忘れるんだ。忘れるようにしてましたからね、うん、自然と忘れるようにしてます。努力ですね、努力ね。もうこれは、うん、結婚は努力と忍耐と聞きますが、うん、合ってます。その努力はストレスにならないんですね。お互いストレスもなく健康で楽しい毎日。そのことを努力しない方がストレスになってしまうんじゃないでしょうか。大喧嘩ね、違いますね、ここはうちと違う。うちも最近喧嘩してないけど、はい、あります。いや、大喧嘩したことありますね。どういった喧嘩だったんですか。いろいろ言えないけどさ、言えない、ね、今ジリジリしててなんかね、電波音がね、電波がね、わざとっぽいね、なんか、ね、うん、確かに古戦場をね、まあ、言えなくもないか、まあ私が全部悪いんでしょうねって言っときましょう。とりあえずお金か女か。いや、そういうんじゃないね、なんか意見の違いで大体喧嘩になるっていうか。あ、価値観ですね、うん、そのお金とサトシンチみたいにまあお金わかんないけど女がどうのこうのとかさ、そういう俺一切今までなくしてきてるから、うん、うん、なんかいろいろ物の考え方がまるっきり正反対っていうか。はあ、うん、でも最初はさ、お互いが価値観が違うってまあ大体わかるじゃないですか、うん、付き合いしてる中で、うん、でだけどその価値観違う ないものを持ってるみたいなのがいいと思って進めたわけじゃないですか、話を。まあそうはね、だから違うところが面白いつうか、興味持ってつうか、なんか結婚したいな気もするけど、でもどうなんですか、だんだんこっちに引きずり込もうかと思ったら、はい、引きずり込まれかけてどんどん遠のいていくっていう、うん、そうなんですね。そういう感じですね、振り返ってみるとね。まあうちも50年近くなりますからね。長いです、ね、はい、いろいろ。でも結論から言うとどうですか、価値観が合う合わないどちらの方がいいのかなと経験上、それぞれ良し悪しあるんじゃないのかな。うん、まあよくわかんないけどね、価値観は大事って聞きますけどね。でもそんな全部が同じ価値観の人なんてね、ね、まあ、まあ全く同じっていうのね。だいたい俺自分に似た人とか好きじゃないし。あ、そうなんですね。なかなかいないですよ。お酒飲んでた頃さ、うん、ね、夜のお店ってお酒の店行くと自分に似たジジイとかいて、そういうのがいると長居はできない。午前ちゃんとね、なんか同じ人はなかなか見たことがないと思います、うん、めんどくさいがいるななんつって。以上すみちゃんのコーナーでした。はい。すみやさんありがとうございました。どうもでした。7時50分を回ろうとしています。おはよう前橋からお送りしています。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と小千じいちゃんでございます。どうぞよろしくね。今日のテーマはこちら。今日のテーマはあなたは漢字をしたことありますか。そうですね、漢字。今日はちょっと質問なんですけど、うん、皆さん漢字したことありますか、うん。まあ、いよいよね、まあ、忘年会シーズンになりますので、うん、まあ、幹事の役目の方はもうちょっと動き出さないと。そうだね。お店がね、いっぱいなんていう。ねえ、大変だよ。
ねえ、まだ十何人とかだったらいいですけど、これがね、20、30、40ってなってくると、うん、なかなかね、やれるお店も限られてきますから、今、バタバタしている頃なのではないでしょうか。まあ、そんなシーズンということで、皆さん、忘年会の感じやったことありますか？また、忘年会に限らず、いろんなところで式取ること、古戦茶あるよね。まあ普通はあるんでしょうけど、私の場合はこれに参加できないな、ネタがなくて。なんだろう。あ、でも逆に、ないっていう人でもいいんですよ。質問ですから。うん、僕はないです、はい。ないです。じゃあなんでやらなかったのかとか。うん。それはうすうすわかるさ。あとは幹事にそっとこんなことで協力しているよとか。うん。うんうん。あるじゃないですか。まあ協力者がね、いないとなかなか大変。うん。幹事にはならないけど、うん、こういうサポートをしてますよとか、そっとね。うん、っていうことでも OK です。ラジオネーム E さんなんですけど、昨日から、ちょっと早い忘年会でということで、同業者の仲間4人で、現在、伊香保にお泊まりですと、まさにその方です。そうなの。もうすぐ帰りますと、7時台にメールが来ています。今日は伊香保から出勤です。ちなみに幹事というか、まあ、旅館の予約私が取りました、うん、幹事ですね、幹事だねそうだよ、まさにタイムリーな方がいましたね、ぴったんこだねえ、まあ伊香保で昨夜はもう騒いだんだ、そうですよ、うん、同業者の皆さんね、まあ、4人ってところいいですね、4人ぐらいだともう仲良しなんだろうな、ね、みんなな、まあ、プチ忘年会、うん、ね、伊香保で、伊香保からこう出勤できるのがこの魅力ですよね。そうね。うん。今、伊香保の思い出が蘇ってきちゃった。何を？その、同窓会があって、うん、散々な目にあった夜と、うん、うん。忘年会じゃねえ、新年会だけど、なんかその、仕事絡みのやつで。うんうん。もうそれはひどかった。え、どうにしようひどかったんですか？いや、主覧がいてさ、主覧っていうか、全然知らなかったもう激変、別人格になってしまう、その人を取り押さえるのにもうそのメンバーにされちゃったっていうか、たまたま言わせちゃって大変なことになった。自分が楽しむよりもね、介護とか止める方に必死だったんですね、小泉ちゃんね。他のお客さんがね、訴えかねないみたいなね、うん、大変なことが、だから言えないけど。そこまで、そう。は大変でしたね。はい。さあ、というわけで、イーさんは、この旅館のね、幹事ということでね、うん、予約取ったそうですよ。ぜひ皆さんもメール送ってくださいね。せーの、いってらっしゃいまし。おはよう、前橋。8時18分、おはよう前橋からお送りしています。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と小千里ちゃんでございます。どうぞよろしくね、今日眩しい、俺の頭がだからか眩しいか。小千ちゃんね、よかったよ、帽子かぶっといてくれて、うん、なるべくかぶってるっていうかそんな失礼なことありません。今汚い頭してるんでさ、そうなんですね、ぽやって伸びてて、ちょっとね坊主にしたいんだけど、この後寒くなるっちゅうからね。お外の話ですね。うん、お外の話だね。ねえ、今日もいいお天気だね。いいお天気だ。今日なんか俺ちょっとテンポ遅れてるっちゅうかな、なんかおかしいぞ。え、そうよ、うん、そうでもない、うん、いつものことか、いつもみたいに、いつものことか、うん、まあ天気だね、ねえ、うん、天気、ただこう葉っぱがさ、うん、ひら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 と落ちてるから、今日朝からね外でお掃除をしてくださってる、そうね、さっきからの風景で一生懸命ね、そうそう、落ち葉集めて、うん、ご苦労様です、ねえ、今このスタジオの前はね、この館内のちょっと観光コンベンション協会の皆さんとかがね、うん、朝から
ほうきで吐いて、ちりとりで取ってくれてますね。いつもね、協力してくれて、ね。この時期本当にありがとうございます。ありがとうございます。気持ちでいっぱいでございます。はい。ではでは、今日のメールのテーマ行きましょう。今日はこちらです。はい。今日のテーマ、あなたは、漢字をしたことありますか？はい。今日は、皆さん、漢字の経験ってありますかね？質問なんですけど、うん、質問ね、これからまあ忘年会も増えてきますし、まあ、忘年会だけじゃないと思います、うん、漢字ってねいっぱいあるので、はい、ぜひ皆さん教えてください。ラジオネーム塚地ザグレートさんからですね。皆さんおはからです。おはから社会人になって3年目の頃一度だけ合コンの企画をやらされてしまったことがあります。なるほど、合コンですね。おせいちゃんねえ、合コンですか。当時私は生まれて初めて彼女ができた頃で、その彼女は会社の秘書課の子でした、うん、当時私の会社の秘書課には元ミス〇〇だった女性や、私が学生の時に人事面接で受付にいた超美人の憧れの先輩など、そうそうたるメンバーがいまして、要は私の彼女のことを知った上司が私に秘書課との合コンをセッティングしろとパワハラのような命令をしてきたため、彼女に頼んでやむなく企画したものだったんです。しかし当日は仕事も忙しく、時間になっても上司や先輩が仕事を終わらせる気配がなかったため、企画した手前先方に申し訳ないと思った私は、ちょっともう時間なんですけどとかなりキレ気味に上司に言ってしまい、お、そうだな、すまんすまんと言って、みんなやっとこ帰る準備をしてくれるというような状況でした。そんなわけで少し遅刻しながらも飲み会は和気あいあいと行われ、私は憧れの先輩や美人の秘書課のメンバーに囲まれて、とっても幸せな飲み会でした。かっこ補足ということで、ま、合コンというより単なる飲み会ですよ。その時の私の彼女が後に結婚して離婚もする私の元妻でした。元妻はそんな美人ではありませんが、秘書課の中では明るく元気な子というポジションでしたよ、というメールでした。ほう、なるほど、それ幸せな頃の思い出だね。なんでそんなこらいきなり今だって幸せですよ、うん、今の方が幸せかもしんないけど。へえー、そうなんだ。感じねーねー、そうか、まあ塚地さんの元奥様がね秘書課にいられて、うん、そこはもう本当に美人のミス〇〇とか、ね、集まりだったか、そうなんだねー、やはりね、まあその同僚たちは、うん、ねー、塚地さんと組んでくれと、わーねえ、うん、ね、当日なんかもたもたしててね、うん、何なんだよ。ちょっと格好つけたんですかね、うん、別に俺そんな気ないよみたいな、うん、まともやくはね、イラつくよね、そういうのね。ねえ、うん、相手にもね、そう、まあ、失礼ですしね、まあ、大した上司じゃなかったんだね。もう言いたい放題ですね。え、これってあれですかね、その、うん、ね、元妻さんのその、まあ、その当時は彼女さんと、うん、塚田さんも一緒に出席したってことですよね。そういうことですよね。彼女に頼んで、その女子メンバー集めてもらったっていうね。でもその中で彼女がいるのにさ、鼻の下伸ばしてさ、囲まれてとっても幸せな会でしたって言ってました、ね。そうだね。そののろけに対してね、さっきつい言ってしまったんですけどね。ね、幸せだった頃の話ね。はい。塚田さん、これその後ね、鼻の下を伸ばした状況を彼女に見られてどんなこと言われたのか、その後が気になる、猫せんちゃんね。そうだね。ねえ。うん、あんたどこ見てんのみたいなね、そういうの、うん、あったかもしれないな。ねえ、その後が気になります。うん、その辺が尾を引いて、その後の。そこまで言わねえか。ラジオネーム、続いていきましょう。太っちょ塾講師さんですね。皆さん、おはからです。おはから。おはから。大学生の時、同じ学部の友達にみんなで飲み会がしたいから企画してと頼まれて、うん、定期試験の打ち上げとして飲み会の幹事をしたのが初めてでした。それから定期試験のために飲み会をしていたら、後輩たちも真似をしだして、定期試験の打ち上げがちょっとした学部の恒例行事みたいになっていましたよ。うん、小学校と中学校の同窓会やるときも、やりたいと思った人が自分に連絡をして自分が幹事をするシステムになってるらしく、数年
年前にも企画し、往復はがきで出欠確認をしたのですが、コロナ禍になってしまい中止になってしまいました。いつかまた企画したいですと。ふぅー、漢字体質なんだな。ねえ、ありがたい。もうねえ、そういうのよかったんだろうね、周りの人がね。そう、いるんですよね、一人は。こういう、この人が漢字やってくれたら大成功。うまくいってるよね。自分はこういうみんなで集まって、ね、会を開きたいけど、まあ、開ける器でもないし、まあ、ちょっとね、まあ、めんどくさかったりとか、勇気がないでしょ。でも、そんな時に、ちょっと太っちょさんに声かけると、太っちょさんが全部やってくれる。やってやるの。みんな太っちょさんに声かけるんだね。とりあえず頼んどけば、なんとかなるっていう、そういう存在の。ねえ、素晴らしいね、太っちょさん。太っちょさん。なんか、お墓ら忘年会も、トッチョさんにやってもらうか、漢字トッチョさんいいですね。一人いるといいよな、ね、その人がね。なので皆さんもね、こう太っちょさんタイプか、そうではないかとかもね、ぜひ送っていただきたいですよね。はい、パパ松陰さんから来てますよ。あーちゃんこせんちゃん、おはからといただいて、からおはから、あーちゃんもいよいよあらさ、何か言いました、パパ松陰さん、ねえ、書いちゃったんだね、そういうことを。大ちゃん、はい、まだね、あらさまで止まってますから。さ、棒を伸ばしてないから、まだお許ししましょう。棒がないのね。はい。パパ松陰さん、何か言いましたか？あらさ、こらさ。元い、ま、グループの顔ですね。幹部クラスとなれば、幹事の経験も増えることでしょう。松陰はそんな忙しい年長アイドル、幹事のアーチャーの補佐に雇ってもらい、若い女の子にチヤホヤされたいお年頃ですが、明るい会合の幹事なんて経験なかったわ。そういえば、忘年会、新年会は、飲んで騒ぐだけ。今まで面倒なことは他人任せでした。でも去年母の葬儀でね、と喪主としてあたふたしながらも最後まできっちりとやりましたと。参列者、お空の星になった母も喜んでくれたかなと思っています。そうそう、葬儀といえばね、去年の夏に亡くなった私のいとこの葬儀で初めて知ったんですが、亡くなったいとこの奥様はフィリピン出身で、名前はメリー・ジェーンなんですって。思わず歌いたくなっちゃいましたよ、と、小泉ちゃん。まあ、まあね、角田さんのね、角田星宏さんの、大ヒット曲ね。メリー・ジェーン。そこで初めて知ったんですって。ね、まさか。でも、まあ名前でね、メリージェンってね。でもね、本当にこうお母様がね、亡くなられて、パパ松陰さんもね、こう大変な中、でも喪主ってそうですよね、きちっとしなきゃいけないし。ねえ。ねえって、なんか、投げやりな言い方しちゃって、すごいよ、松陰。立派に育ったね。ね学生の頃から知ってるんで。でもこう、喪主っていう立場がないと、きっと、気持ち的にもね、やっぱその時は無理だっただろうなと思う瞬間もあるんじゃないですか。やっぱ気を張ってないと。そうだろうね。大変だと思うけど。だから愛に無視で気を張っていたからこそ、あの瞬間がね、なんとか超えられたっていう人も中には多いと思いますよ。そっか、もう俺もちょっと松陰に対する見方を改めよう。どんな見方だったんですか。はい。パパ松陰さん、もしよかったら赤木団の感じになっていただいて。任命されちゃうかもしんない。ねえ、チヤホヤされるかどうかわかんないけど。その時は感じ代として結構長くをいただきますな。はい。逆に。そうですね。なんちゃって。というわけで、今日は皆さんから感じ。はい。あ、やったことありますか？送ってください。それでは、せーの。いってらっしゃいまし。おはよう、前橋から。8時35分を回ろうとしています。おはよう前橋からお送りしています。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と小泉じいちゃんでございます。どうぞよろしくお願いします。よろしくです。今日は11月の第4金曜日なので、第4ですか。はい、
ご先ちゃん、皆さん、ブラックフライデー、あ、今日か。そうです、まさに。おー、ね、黒い金曜日、黒い金曜日ですね。ね、まあ、収支が黒字になる金曜日ということなんでしょうかね。まあ、語源はアメリカでね、11月の第4木曜日が、まあ、感謝祭、祝日になっているんですね。で、まあ、商店閉まるんですってね。ただ翌日の金曜日がクリスマス商品を買い求めるお客さんが急増するので、赤字だった商店も黒字に転じることからブラックフライデーというものが、由来でそういうのあるんですってね。なんで始まったのは去年ぐらいから。そんなわけないよね。なんで、でもな、そんなないじゃないよな、ね、最近ぐらいな気持ちですよね。やっとこう周知されてくるような。そうね、ねえ、どんだけお得感というか味わえるんですかね、うんうんうん、ブラックフライデーって1年に1回しかないってことだもんね。そうするとそういうことですよね、なので本当にいろんなサイト、もうアマゾンとか楽天とかね、もう本当にいろんなお店とかでブラックフライデー何パーセント割引なんかね、テレビコマーシャルとかやってるよね、いろいろね。ラッキー男お店に行ったりとかね、まあ今日じゃなくてもその、まあその先週ぐらいからね、来週にかけてとかもそうだけど、お安いお値段でね、いいですね、いろいろ、うん、ただ当然の値段そこまではなんないかな。なんない、でも相当ね、お得な、うん、90% 割引の通販とか見ましたけどね。90% ですか。そうだそうだ、ただでくれちゃうよ、そんな。ね、だってそんなことね、ただでどうぞって、なわけない。90か。すごいですね。ね、なのでね、皆さんもぜひ穴場を探してみてください。はい、今日はブラックフライデーです。ではでは、今日のメールのテーマは、こちら。今日のテーマ、あなたは漢字をしたことありますか？はい、今日は質問形式です。皆さん、漢字、やったことありますか、忘年会もね、いよいよ早いところはもうイーさんとかはね、プチ忘年会で昨日今日でイカホに、ねえ、まさに漢字でねえ、旅館の予約は僕が取りましたなんて書いてありますけど、ね、お隣で、私も絶対にお友達と旅行とか行くときには必ず私がその、なんだろう、航空券取ったりとか、ホテル、予約したりとかは絶対私です。ああ、じゃあもう漢字体質なんだ。周りが意外とのほほんと、なんか信頼されてるんでしょうね。違うわけじゃない、だからあーちゃんに言ってけばね、ちゃんときちんとやってくれるっていう。いやいや全然、私も抜けてるところは、ね、気がついたよ今、はい、だから俺漢字したことないんだよ。のほほんとしてる、だからあいつには任せらんない的な、なんかね、そういうイメージなんでしょうね、きっとね。いや、古戦ちゃん一歩引いてるだけでしょ、あえて。いや、できるよ、したくないけどさ、めんどくさいことはさ。ねえ、まあみんなね、めんどくさいよね。なんか私はそれを楽しいと思えちゃうんですよ。もともと楽しめるいいね。そう、そういう旅行サイトとか見るの好きだし、自分が旅行が大好きだから、そう、なんかホテルとかも、なんかいろいろと、何個か案出して、なんかこう計画するのが大好きなんですよ。そう、だからしおりとか作るの大好きなタイプで。ああ、で、やっぱ漢字体質だね。どうなんですかね。いくつかだからプラン提案してさ、って言われたことはないの。でも全部、っていう感じ。それはね、知らないか。さすがにそういう人は言い方が変わるでしょ。ね、頼まれたことだったらそうだよな。人に頼んでってな、それはないよな。いや、なんかその子に、その子がやっぱ好きそうなんだってわかるじゃないですか、大体。で、あとその子がやりたいこととかも全部聞いて、事前にね。で、そういうのを、なんかいくつかプラン立てて、そう。大変だね。みんな喜んでくれるけど、そう。でもね、中にはさ、行き当たりばったりのが好きな子とかもいるから、私もそういうのも好きだし、そうだ、そういう時はその子に合わせて、そう一緒に、そういうの冒険して楽しむっていう。プランで。そう。結構ね、その子に合ったものを、なんか一緒にやるのが好きなタイプ。まあ、面倒見がいいわね。なんか楽しんでやってます。そういうわけじゃなくて。そうなんです。楽しめないと、なかなかね、難しいでしょうね。じゃあみんなのね、漢字ってことだけど、てつなんかさん、てっちゃん。漢字。
もう思い出したくもありませんが、うん、何度もやりましたよと。あ、そうなんですか。一番ひどかったのが、会社から電車で1時間ほどの郊外、うん、海のそばにある有名な料亭でやった時でした。昔の宴会なので、まずは部長の挨拶、次に一番子さんの課長から乾杯の発声などとやったのですが、まあみんな飲む飲む、次々にお酒を注文するのですが、中井さんが私のところに来て、商売だから頼まれたお酒は出すけど、お調子を回収してくれないと出せませんと叱られてしまうほどでした。その後も料理はコースで決まってるのに、勝手に単品を頼もうとするやつとかも、もうやりたい放題、地獄のような2時間ほどが過ぎて、やっと終わると私は疲れ切ってそのあたりに座り込んでしまいました。するとさっき叱られた中井さんが残った料理を手際よく折り詰めにしてくれて、あんたも大変な思いをするねと言って渡してくれました。持って帰って食べたその折り詰めは、なんだか涙の味がするように思えました。もう二度とあんなことはやりたくありません。うん、いるんだよ必ずね、人数が多くなりゃね、必ずハメ外すっていうか、ルール守んないっていうかね、酒が入るからそういう部分が出てきちゃう。うん、さすがに人数がここまで多い感じはできないな。ゴリゴリなんだろうね。ねえ、うん、よくやったね。このさ、テツラッタさんをサポートしてくれる人いなかったんかね。うん、そこだね。どうだったんだろうね。かわいそうに。まあ、ずっとかわいそうな人だと思いましょう、今日から。てっちゃんのことは。ね。ご苦労なさってるんですね。はい。どういう意味だ。ごめんなさい、笑っちゃいけないけど笑っちゃいました。はい。テツラタさん素晴らしいと思います、うん、涙の味がした、うん、あの折り詰めを食べね、ね、一生忘れないでしょう、まあ、料理どんな気持ちで食ったのかな、帰ってね、もう二度とやりない、うん、でもね、もう二度とやらない、もう二度とやらないと思いながら、もう多分やってるのがテツラタさん、またウケちゃったりとかな、なんでしょうね、うん、ね、おやすみ東京さん、東京さん、皆さんおはからです、おはから、昔できて間もないベンチャー企業で働いてた時、私はその会社のお金や人事などの管理面全体を指揮していました。できて間もないベンチャー企業ということで、ルールもシステムもないものだらけ、人によってはこのような職場環境は大変辛いことのようです。でも私は当時、ルールやシステムを自分の思い通りにできるのいいねと自然と思うことができ、これらを他のスタッフと協力して一つ一つ整備を進めました。このような経験もあり、 M&A や基礎対応などの会社のコアに関わるお仕事もさせていただき、とってもやりがいを感じました。一時期平日は毎日朝から深夜3時くらいまで働き、バイクで自宅に帰るような生活をしていました。それでも当時は辛さよりも楽しさが勝っていたように思います。今はホワイト企業で悠々自適な働き方をしています。当時の自分からしたら、今の自分は週末の予定とお墓に送るメールの内容を一生懸命考える合間にお仕事をしていると言われかねないかもしれません。でもこれも当時の頑張りから得たスキルや経験があったからこそ、あの時頑張ってよかったなと心から思っています、というメールです。そうですか、頑張ったから今があるっちゅうね、うん、うん、そういうことですね、ねえ、やはり苦労人はね、大器晩成型だったりしますもんね。まあ苦労をねした方がいいんだろうね、うん、うん、あの時大変だったからこそ今がちょっとね楽できてるって、そういう比較ができるもんな、うん、うん、あの時の頑張りがあったから今自分はこの地位にいる。全然頑張らない人はどうなんだろうね、そのでもね、意外と頑張らない方でも、うん、そのままなんとなく成功する方もいますからね、うん、頑張ってるのに気がつかないっていうのもあるかも、それいいね、うん、すごい頑張ってるんだけど全然自分じゃ気がつかない、うん、うん、で最終的に体壊す壊すなんか悪いことしか言ってないな今日なブラック光線じゃん今日、あ、ブラックフライデーだけどな、うん、気をつけよう、今日トゲあるね、うん、トゲあるな、抜きましょうか、うん、あっちゃん、いやー抜いてくれるんですでもいいですよ、トゲがあっても、はい、刺さったままにしておきますかね、はい、私がそれでは続いて、
行きましょう。ラジオネーム、トゥーパンプスさん。パンプスさん。アーさん、ジンさん、おはからです。おはからです。ほぼ日常的にやっていますね。今の家業そのものが漢字みたいなものなのです。水曜日ではありませんが、トースポネタです。私が勤務していた頃は、女性のカメラマンは皆無、男性だけの部署でした。会社の忘年会は泊まりがけでした。会社から一人1万円の忘年会費が出ましたよ。今から40年前ですから、かなりの太っ腹でした。それだけで済ませてしまうのが普通でしたが、私が幹事だった写真部は、毎月一人1万円を集金、さらにボーナスが出ると2万円を集金、これに会社からの1万円合わせて、一人15万円の会費になりました。40年前、私が幹事だったトースポの写真部は、この一人15万円を一晩で使い切ってしまう忘年会だったんです。詳しいことは朝のラジオでは書けませんので、焼き鳥鳥谷さんでお話ししますというメールです。そうしてください。もうね。15万。とんでもないね。まあ、後ろにいるんだけどね。今日金に取られてますね。うん、ずっと盗撮されてるんだけど。うん、記者ですから。とんでもない歴史よ。ねえ。それどのぐらい繰り返したのかな、何年ぐらいね。ねえ。それでそういう風になっちゃったんだ。15万ね。だけど、まあ、使ったらね、まあ、なかなか言いにくいことに使ったんでしょうけど、ね。まあ、そうでしょうね。うん、すごいね。うん。でもあれだよね、こう忘年会とか、まあ、会社とかがね、うん、引いてってお金をね、それでね。まあね、バブルの頃っていうかね、会社もね、うん、余裕があったんでしょうね。続いて、ラジオネーム、トビンチョビン、ハケチョビンさんから。チョビンさんいらっしゃい。はい。コセンちゃん、あーちゃん皆様、おはようございます。おはようございます。おはようございます。ネギ祭り。本当に来場者が楽しめるイベントでチョビン大好きなんです。あいにく仕事で行けませんでしたよ。残念でした。ではテーマの漢字、チョビン漢字多いんですよと。でも大人数の集いが苦手なのでね、少人数の飲み会やらの食事会です。それでもドタキャンがあったらどうしようとか少し心配です。そうそう、昨日は地味に忙しくてご案内ができませんでしたが、昨日の縄文新聞パレットプレゼントコーナーで、前橋の大工合唱団第51回演奏会のチケットプレゼントが掲載されています。当選をきっかけにオーケストラの生演奏や一流のソリストの美しさも、大迫力の歌声と合唱団のハーモニーをぜひ体験されてみてはいかがでしょうか。皆さんご応募ください。良い一日をと3つ合わせていただきました。うん、ジョビンさんね、もう長いことやってますね。ねえ、大工、うん、の時期が来ましたね。時期が来たね。ねえ、ぜひ皆さん、情報新聞パレットプレゼントコーナー見てみてください。はい、ジョビンさん、またね、演奏会の情報があったらくださいね。ね、頑張ってくださいね。そして、ジョビンさんは漢字はやるけど、あーちゃんみたいに、大人数はやらないけど、少人数だったらやるタイプね。うん。そうなんですよね。まあねえ、人数が多いほど大変になるからね。ねえ。ね、ただね、こう、感じだからドタキャンがあったらどうしようとかね、もう、その日まではね、もうバッタバタだもんね。うん、うん、まあ、始まったら楽しめるんかね、それでもね。どうなんだろう、最後まで気が抜けないみたいな。でも、成功した時の達成感は。達成感か。あるんじゃないですか？そうだな、自分を褒める。あとはさ、これだよ、この言葉だよ。本当に楽しかったよ、漢字ありがとねって、うん、お疲れ様、うん、あなたのおかげね、開いてくれてありがとうとか、うん、ね、いろいろと手配してくれてありがとうっていう、その多分一言がかけてくれる方はもうなんか天使に見えますよね、絶対。うわ、そういうことなんだな。それでさ、うん、あー大変だったけどやってよかったなとか、うん、ね、またやってみようかなっていう風にもなるしね。うん、そういうことですね。ね、はい。続いてラジオネーム、ゴマフさんからです。ゴマちゃん。10年ほど前に中学3年の時のクラス会を月1でやっていたことがあり、幹事は参加してる人で順番にやることになりました。いいですね、順番。あ、でも毎月会すごいね。仲が良いですね。中学のクラスは30人もいますよ。当時連絡がついたのは20人、毎回10人ちょっと参加。私が幹事の担当になって日にちを決め、みんなに連絡をすると、参加 OK が返ってきたのは5人ほどしかいなく、
12月だったのでみんな他の忘年会だったり忙しかったりしたのかもしれないけど、自分の人望のなさにそれなりにショックを受けました。はぁー、地元より都合ね、時期重なっちゃう、うん、そうだよ、ごまさん夏やね後半だよ。いやでも言われるよ、夏はほら子供たちが夏休みだから。夏休みか。そう、まあそうするとまあ限られちゃうな。ねえ、じゃあ10月うん、10月もほらだんだん寒くなってきたから何でも理由早めに、じゃあ旧暦でやる、旧暦年が変わってから、年がね、うん、変わってからね、どうでしょう。これはね、確かに自分だったらショックかもな、うん、だってさ前まではみんなさめっちゃ20人とかさ、うん、ね、集合してたのにさ、自分が幹事になったらいきなり5人になっちゃったらさ、そうだよね、まずはそう考えますよね。その人数決まってんだからさ、その中でさ、うん、自分の時は全然人集まんないっつう、うん、こりゃショックだね。それはね、やだね、やだね、うん、いや忙しかったことにしましょう。うん、まあそういうことで理由がある。うん、ね、うん。そしてテーマとは全く関係ありませんが、あーちゃんがお墓で紹介していた、今週25日まで欅ボーク前橋に、キッチンカーで出店している米粉チュロス専門店の黒星さんにチュロスを買いに行ってきましたと。おー、うん、!4 時頃に行ったのですが、うん、え ?60 人並んでたって。すっげえ。そんなにチュロス人気なんだ。並び始めてから買うまで2時間かかったって。あらすごいね。行列のため販売列も予定より1時間前倒しで終了になりくらいすごい人気でした。最終日の25日土曜日も激混みしそうです。味は人気通りサクサクもちもち美味しかったです。うん、いやーこれすごいな、やっぱトゥワイスさんすごいな。へえ。そう、ご先生知ってる、うん、トゥワイスグループでしょ。そう、うん、アイドルのね、韓国の、うん、のサナさんがコマーシャルで出て、うん、それでこう米粉チュロスがめちゃくちゃ人気になって、うん、でね、前橋にやってくるってことで、影響力すごいね。すごいね。うん、いやびっくりだわ。トワイスですか、ね、2ですか。なんで2なんだろう、なんでなんでしょう、わかんない、わかんない、はいコマサベルありがとうございました。どうもです、どうもですね。では続いていきましょう、ラジオネームレディーババア、あババちゃんから今日来た。レディーババア、なんでババアって言うんですかババちゃんです。ババちゃん、漢字とはちょっと違いますが、企画の提案者として運営に関わっているポッピンローズマーケットの第2回が明日開催されます。あ、そうだそうだそうだ、あ、そうだ、見ました、昨日まで覚えてたんだけど先月の第1回は好評で500本を1時間半で完売しました、ね、あっちまに。明日も限定500本素晴らしいバラを販売します。午前11時からです。群馬支店北側駐車場です。ぜひ来てくださいということで、はい、このね、 MWEB の裏側のね、十字路角、角、うん、ポッピンローズマーケット、いや、はい、前回本当に人気で、素晴らしいよね。もうなんか午前中には売り切れちゃったんでしょ、すごいよね。でね、そう、リスナーのね、ダーリンさんの奥様のババさんが、うん、この企画をされて提案者ということで、そうそうそう、すごいね。地元になかなか流通しないっていうやつね、うんうんうん、都に都へ運ばれてしまう、東京方面に行っちゃうっていうね、希少価値高いやつだよ。そうだよね、うん、あと規格外のものもあるんでしょ、そういう規格外のさ、そういうらしい ね、うん、なかなかこ う売れないけど、でも本当に立派なバラですから、うん、ね、結構長持ちするみたいだし、うん、いいなー、ぜひ皆さん明日、明日ぜひ来てくださいということで、午前11時からです。リスナーの皆さん行ってくださいね、はい、ポッピンローズマーケットです。ババちゃんありがとうございました。ダメです、また何か情報があったらメール送っていただけたら嬉しいです。いつもご協力ありがとうございます。続いてラジオネーム高崎のパパさん。パパさん、会社の代表者会議の後に飲み会をやっていた時期がありました。持ち回りで幹事をやらされるのですが、とうとうパパの番が回ってきました。個人行動を好むパパにとって幹事は超苦手な分野とはいえ、飲み会をやるからには楽しまねばと思い、行きつけの小料理屋のマスターに頼み込んで海鮮のお任せのコースを破格の値段でやってもらいました。これが好評でメンバーから絶賛、かなりマスターに無理してもらったので、もう二度とやりたくないなと思いました。ああ無理させちゃったんだ
ね、あまり無理お店の方にね無理させると次頼みにくくなっちゃうな。そうね、うん、まあ参加者はね大好評だったから、うんうん、それ良かったね。あとさ、自分のこう知っている人のところで、うん、例えばお店とかでさ、うん、ねえやって自分が感じてなるとさ、うん、なんか大丈夫かなって思っちゃうよね。嫌な気分にお店にさせてないかなとか、なく的なね、そういうのないに気が使うさな。そうだから知らないところが楽かもしんないけど、こう参加する人たちが粗相のないようにしてねって絶対に思っちゃう。なんかちょっとでも暴れる人がいたら絶対になんか、絶対に知り合いのところではやれないって思っちゃう。なんであんな人連れてきたのって聞く。ねえ、まあ、直接言われないにしろ思われるような。そうそうそう。ことがあったら嫌だよね。迷惑かけちゃうからね。ラジオネーム、ルルちゃんです。ルルちゃん。今日のテーマは皆さんは感情したことがありますか？ルルないよ、と。こんなポンコツな私が企画して参加してもらうなんて申し訳なくてできないよって思ったけど、思い出したらあったよと。え、あったんだ。かわいい。もう20年以上前に働いていた工場の同じラインの人たちと、伊香保に一泊旅行。うん。ラインの班長に命じられ、同じラインの中の女子と企画したわ。伊香保の中で一番安い旅館を探して予約して、行く途中に沈黙感により、夜は近くにあるストリップ。うん。を参加した人たちとゾロゾロ歩いて見に行ったわ。こんなエロエロ旅行に10人ぐらいの人が参加してくれた。ありがたいや。企画するにあたって伊香保に女子と下見に行ったの。下見に行った帰りに水沢のホテル街パトロールして帰ったわ。楽しかったよ。水曜日ネタになってしまったかもと言われました。ああ、もうその頃からそっち系だったんだね。その頃から。はい、その頃から。いただきましたね、ルルちゃん。はい、ルルちゃんがね、でも感じ、楽しそうですよね。なんか、すごくさ、がっちり固まってなくって、みんなが楽しめそうな、なんか企画してくれそうだな。ゆるゆるな感じがするな。そうそう。逆にみんなもさ、よし、しっかりしようみたいに思うかもしれないし、みんなで考えようみたいな。いいかもね、ルルちゃんね。ねえ。他にもラジオネーム赤城山大噴火さん。大噴火さん。忘年会の感じはないけど、研修で代表になって研修生をまとめたことがある。指導教官からの指示を聞いて伝えたり、号令をかけたりしただけだけど、初顔合わせの人ばかりで緊張したよーというね、メールをいただいていますね。初顔合わせやね。ねえ。そして、その他にもね、上州ドットノムさんからはね、サンタクロースのお話なんだけど、うん、5年前にフィンランドに行ったよと、8泊10日で行ったと。おう。へぇー。フィンランド遠い。サンタクロースの村に行ったよと、うん、サンタクロースとお写真も撮ったよというメールでしたね。わー、すごいな。なかなかいないでしょうね。今日の群馬の話題のコーナーに合わせて、こちらのメールもいただきました。どうもありがとうございました。さあ、というわけで皆さん、今日は感じをしたことがありますかというメールでしたね、うん、たくさんのメールありがとうございました。結構みんなしてるんだね。ね、じゃあコセンちゃん、ここから感じをする方向けに、うん、ぜひエール送ってくださいよ。メッセージを。え、メッセージだ。アドバイス。アドバイスしようがない。したことないし。ねえ、でも一度は経験されてみてはいかがですか。挑戦が大事よね。そう、私が言うのもなんだけど。何事も経験、そこから何か生み出されるかもしれないし、うん、かもしんないね。それでは担当私ソフィアやかと小千じいちゃんでした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。またね。良い週末を。